します。メリル、エスティさん知りませんか？アトリエに向かったと聞いたんですけど。ああ、エスティさんならさっき来てトトリ先生とお出かけしてるけど、何かあったの？ええ、お城にエスティさん宛てのお手紙が届いていたので私に来たんです。ケーナ、そんなことまでやってたんだ、偉いね。もうすぐ帰ってくると思うけど。ただいま。あ、ケーナちゃん、いらっしゃい。お邪魔しています。エスティさん、お城にお手紙が届いていましたのでお渡しします。私に？誰からかしら。ああ、アーランドにいる友達からね。急に手紙なんてどうしたのかしら。大切な用事なんじゃないですか。すぐに開けてみた方がいいですよ。なになに。エスティへ、元気にしていますか。突然ですが、私。どうしたんですか、エスティさん。もしかして悪い知らせでも。そうね、最悪の報告よ。アーランドにいる同い年の友人が今度結婚するそうよ。それ悪いことなんですか？よくわからないんですけど。数少ない戦友がまた一人脱落したのよ。最悪の事態と言わずしてなんて言うの。はあ、もうショックだわ。でもお友達がご結婚されるならエスティさんも祝福された方がお友達も喜ばれると思いますよ。ケイナちゃんにはまだわからないかもね。エスティさんくらいになるといろいろあるんだよ。なるほど。先生にはわかるんですか？私はまだ別にどうでもいいかなって。あのエスティさん、なんだか方針しきって遠くを見つめているんですけど。そっとしておいてあげて、ケイナちゃん。そうだ、お茶入れてよ。ケイナちゃん、お茶が飲みたいな。はい、ただいま。いいの、私はいいの。私は仕事に人生を捧げたのよ。ジオ様のおそば遣いもしなくちゃいけないし、この国の発展のためメルルちゃんのお手伝いもしなきゃいけないわ。だからいいの、羨ましくなんかないの。私はそうですよね。新しい出会いを探しに結婚式に出たいけど、どうせ時間も暇もなくていけないですし。最初から手紙が届かなかったと思えばどうってことないですよ、エスティさん。くそ！そうね、私を置いて先に結婚するような親友なんて最初からいなかったのよね。ああ、トトリ先生、その言い方はちょっとまずかったんじゃ。なんとかしてくださいよ。うわ、またやっちゃった。エスティさんのお茶には気持ちを落ち着けるお薬を入れてあげますね。大丈夫、私は大丈夫なんだから。エスティさん、待って。ああ、もう行っちゃった。トトリ先生、あのままで大丈夫なんですか？大丈夫だとは思うけど、私がエスティさんに会ってから似たようなこと何回もあったし、その度にあんな感じで落ち込んで復活しての繰り返しだったから、きっとすぐ元気になるよ。そうですか、ならいいんですけど。でも結婚ってそんなにしたいのかな。まだ全然そんな気にならないよね。そうですね、でもエスティさんのお年になるとそれだけ深刻な問題になるということなのかもしれません。ごっくりちょっと考えを変えてみようかな。
無事に完了だね。いつもありがとう、トトリちゃん。フフフ、リリーさん、だいぶ受付にも慣れてきたみたいですね。そうだね。むしろアーランドにいた時よりのんびりできていいかも。アーランドではいつも隣にクーデリア先輩がいて怒られてたから。クーデリア先輩、どなたですか？あ、メルルちゃん来てたんだね。アーランドのギルドで受付をしてるフィリーさんの先輩なんだよ。私より年上なんだけど、小さくて可愛い人なんだ。ちょっぴり怖いとこもあるけどね。ちょっぴりなんてもんじゃなかったけど、でもね、今考えるとクーデリア先輩にしごかれてよかった気もしてるんだよ。リリーさん、昔はすごい人見知りで、いつも弱気でおどおどしてたものね。私と話しててもそうだったし。もう昔のことはいいじゃない。でも受付の仕事もできるようになったし、やっぱり感謝しなくちゃね。ふーん、じゃあフィリーさん、一人前の受付としてルーフェスともしっかりお話しできるようにならないとですね。それを言われちゃうと、ルーフェスさんはどうしても苦手なのよね。頑張ってみます。はい。冗談ですよ。フィリーさんが頑張ってること知ってますから、これからもよろしくお願いしますね。どうもありがとう。